エクシー大阪、5番の坂本修介、先頭に攻めるのがホームのエクシー大阪、右から左に攻めるのがアウェーのエクシー神楽島根。今前半がスタートしました。岩本が蹴っていったボールは直接、観客席方向のカウンターに行く。ここはなんとか抑えたい。サイドを変えた、トラップから抜けていく。坂本も戻る、長井はどうか。最後はカウンターからエクシー神楽島根先制。西矢が左足で柔らかく上げていった。今村の折り返し、ほまま。ゴールキーパー最後井上が書き出しましたが、チャンスを作っていきました。もう一度上げます。少し重なってしまいましたが、最後はコーナーキックの判定です。西矢はふわっとしたいいボールを、ね、はい、大久保が奪った。久保から中引きつけて取った。きつい。今村の横にいる。きついドリブルで運ぶ。今村抜けた。来い今村祐介。大キーパーかわして今村のシュート。抜けた。来い今村祐介。大キーパーかわして今村のシュート。 FC 大阪1点。きついのパス。ナイスゴール。シーズン4のタイミングをずらす部分もありましたが、今度は自ら入れてヘディングシュート。シュート。枠は捉えることができませんでした。今村です。今村祐介フリーでしたね。中うまく飛び込んできます。坂本、今村とファーサイドにいますが、イダカンのキック越えていった久保。打っていっちゃう。そう久保リクト。越えていった久保。打っていっちゃう。そう久保リクト。思い切って狙っていきました。ゴールになりますね。よくゴールシーンが花園で生まれるので、そこは期待したいです。チャンスに行かせるかどうか。はい、おー来た。久保久保リクト。はい、おー来た。久保久保リクト。ここは井上のセービング。吉田さん、こううまく起用が当たってますね。おー、ここも斉藤。これ僕が中入りたいな。斉藤斉藤のクロス。今村祐介。僕が中入りたいな。斉藤斉藤のクロス。今村祐介。井上のキック、ヘディング、日高、ここでも最後まで負けずにハードワーク。そしてここで試合終了の笛。 FC 大阪、ホーム戦、今シーズンいまだ負けなし。リーグ戦なんと5連勝を飾って、勝ち点3をこの中段明け最初のホーム戦で積み上げました。今日は今村祐介2得点、久々のゴールでチームを勝利に導きました。久しぶりの解説で、はい、アウンさんのパワーにも押されながら、はい、ありがとうございました。本当に、はい、野さん、ご苦労様でございました。その中でもしっかりと勝ち点3を積み上げました FC 大阪。そして青野さん、はい、今シーズンホーム強いですね。いやでもね、まずは今のお気持ちをお願いします。最初先制点されてしまったので、どう逆転していこうかなっていうのが、選手がハードワークしてしっかり結果出してくれたのでホッとしています。はい、どういうところが逆転へとつながりましたか？毎回ミーティングで喋るのが勝利への執念って話をしていて、どんな状況でも見に来てくれたお客さんのために走り切るってところを、選手が体験してくれた結果だと思います。そして今日は久々のホームゲームで、そしてお席の方もほぼ空席がないぐらい埋まりましたけれども、それもまた嬉しいですよね。そうですね、1000人超えるお客さん来てくれたって聞いてるので、残りホームでさらに見に来てもらって、観客動員の方もぜひよろしくお願いします。では最後に配信をご覧の方もいらっしゃると思うので、メッセージをお願いいたします。はい、シーズンもいよいよ残り10試合になってきたので、現場僕たちはもう勝利に向かって走り切るだけですので、引き続き熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて宇高海斗選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。まずは今のお気持ちはいかがですか？久しぶりの花園のホームに帰ってきての勝利だったんで、やっぱりこの応援してくださった皆様の前で勝ててよかったと思います。宇高選手は後半からの出場となりましたが、前半はどういうふうに試合全体を見ていました？失点先にしてしまって、前半のうちに追いつけたんで、後半自分が出た時には
なんかちょっと流れ変えれたらなと思ってました。もう完全に流れをこっちのものにしましたね。いや、よかったです。あとホームゲームがもう残り4試合となりました。今のお気持ちとかはいかがですか？とやっぱり自分たちは昇格に向けてアウェーでもホームでも勝つっていうのは大事なんですけど、と観客動員の方もあるので、やっぱりホームで勝つっていうのは多くのお客さんに見に来てもらえるところだと思うので、そこは勝っていきたいと思います。では最後にファンやサポーターの方へ一言メッセージをお願いします。と今日も熱い中応援してくださってありがとうございました。とまだリーグ戦は続くので引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。宇高海斗選手にお話をお伺いいたしました。続いてウ・サンホ選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ見事逆転勝利ということで、今のお気持ちはいかがですか？そうですね、もちろん昇格優勝を目指してやってる中で、こうして今5連勝できてすごく嬉しいです。もう相手の守備をうまく刈り取ってましたね。どういうところを注意して意識して戦いましたか？そうですね、もちろん後ろはディフェンス陣は、失点を少なくして、より、試合に勝てるようにっていうので、まあ、守備の面でちょっと貢献、したいなって毎回思ってます、はい、今後も負けてはいけない試合が続きますけれども、今後の意気込みを教えていただいてもよろしいですか？チーム一丸になって、最後、最終節まで、勝ち進んで、ぜひ昇格目指して、やっていきたいと思います、はい、ありがとうございました。ウ・サンホ選手にお話をお伺いいたしました。さあそれでは最後に今村雄介選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。もう見事な2ゴールでした。お気持ちはいかがですか？いや、本当に1点目も2点目も本当にアシストしてくれた選手のいいパスだったんで決めるだけでした。本当にどんなゴールもすごく冷静ですね。いや、本当ですか？うん、そう見えますね、うん、まあでもアシストが完璧だったんで、もうアシストの選手のところに行ってっていう感じですね、うん、すごく気になったことがありまして、ゴールを決めた後に手を両手合わせてる、ね、あ、はい、シーンが印象的だったんですけど、やっぱりそれはゴールを決めた後は必ずするようにされてるんですか？そうですね、まあ感謝してお祈りしてます、うん、ではじゃあこの前のインタビューもそうだったんですけれども、その感謝の気持ちをラップに全力で込めていただいて、またまた披露していただいてもよろしいですか？はい、それではお願いします。あよよ、即興のラップでしてくコメント乗っちゃう、ツイッターのトレンド、今日も勝ったぜ、これで5連勝、このまま優勝マジで取れんぞ。